理不尽にも吹き飛んだ。はいどうも、底辺ゲーム実況者ゆびかです。今回エーペックスやっていきます。まだね、前回の動画見ていない方ね、前回の動画ね、概要欄にリンク貼っておきますので、よければそちらの方を見た上で今回の動画もお楽しみください。最近はね、格上とばかり当たっていて、かなり伸び悩んでるっていうお話をね、前回しました。で、今回もコースティックを使ってなんとかね、この格上の人たちにしがみついていこうと思います。視野使い、視野か、なんか視野使ってる人ってすごい上手なイメージがあります。でジブラルタル、うん、まあ、いてくれると助かりますよね。ああ、まあ、ジブはそうでもないけど、視野がすごいな。で、チャンピオンも相変わらずやばそうな雰囲気、風味を醸し出していて、まあ、この状況でね、どんな感じでいけるかってことです。何回もね、まあ、この動画を撮るにあたってチャレンジしていて、最近本当の18位とかでやられちゃったりとかも当たり前の世界になっていて、困ってます。着地時点どうするのかな。まあ、激戦区じゃなさそうなんで、ゆっくりと温めていきたいと思います。おし、敵いんな。いた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 。いた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 。撃て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 。撃て撃て。一旦引くか。ガス置いて、ガス置いて。これナイス。敵取りナイス。ガス噴出させて、これ後ろ回り込まれてんだ。どうしよう。一回ここ逃げてからの、ああ関取、関取固まった。いいよ、大丈夫、助けてやろう。関取立ち上がれ。ほらこんなところでくたばんな。あ、まだいんな。ガス投げて、ちょっとやばいから一回引く。お、これちょっとかわいそうだけど殺すね。ごめんね。ワットソンだよね。俺ワットソンかわいくてあんま殺したくないんだよな。ワットソン使いの方とね、遊びたいね。なんか、同じ設置トラップキャラっぽいねってか、いるね。やられてんぞ。これ、関取またやらんじゃん。ほらー、関取さっきから何回やられんの。助けてやるか。任せろ。まずちょっとこいつを、やっておいて、おい、関取どっち行く？なんでそっち行くんだ？関取のところに行ってあげたい。よし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 。はい、オッケー。頼むぜ、関取。何回土俵から落ちてんだよ。よし。ここ、こもんのかな？あ、撃ってきてる。緊張してきた。こもる？これ設置するわ。あ、こもらない。あ、撃たれてる撃たれてる。いやもうほんとさ、うまいよね。どっから見てんのみたいな。スナイパー系使ってるんでしょうけど、お、これちょっと使ってみようかな、赤い武器。うん、これいいね。まだいるな。ほら、いや視野の能力ほんとありがてえ。はい、関取。もう関取さん何回土俵落ちしてんの、マジでマジで。しかも一回もありがとうって言ってくれないしさ。いいけどさ、なんか心痛いよね。強くなっちゃってたんだって。みんなそうなっちゃうのかな。あ、ごめん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 、今日は死ぬな。ああ、くだらねえこと言ってくだし。よし、こういう時こそコースティックのダスパワーで、まあ、とりあえず回復してね。よし、とりあえず右サイドからは来ないけど、そっちから来る可能性があるんで、ここにも設置。あ、出てく。ああ、そうか、円の中に入るって可能性なのかな。あ、いるね。暗い。いや、全然届いてないっていうか、なんかもっと、こう、遠投してくれよ。肩の力弱すぎでしょ、ガソリさん。オッケー！オッケー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 。アシストしたぞ、俺。今。
敵取り助けたいな。敵取り何回やられんねん本当に。バナになっちゃった。敵取りバナになっちゃったけど、助けに行きたいね。俺は仲間を見捨てないっていうのがポリシーなんでね。あ、ダメや。あ、撃たれてる撃たれてる。うわ。しかしね、こっちにはね、最強の死扱い様がいますから、この人絶対うまいわ。もう半端ないのがね、キル数からも滲み出てたし。一旦ここで回復取って、さあ、最終局面かな？そろそろ最終局面。でね、相変わらずね、関取死んでるんですよ、また。困ったもんですよね、関取には。登れない。ガスおじさん登れない。うわぁ、どうしよう。まあ、とりあえずこれをね、なんか、壁にして隠れようか。まあ、これ設置しとけば、敵も嫌がると思うし、うん、まあ、壊されちゃったりするんだけどね、今みたいに。よしよしよし。いや、強いな、敵も。視野のおかげで、敵のいる場所が、なんとなく認識できてるから、まだしも。向こうもさ、主審の眼力の人の力で、めっちゃ探知してきてますもんね。あれ？いなくなった？もう一回、登れ！頑張れ！おっしゃ、ガスおじさんナイスパルクール。登ってこう。あれ？あっち行った。早いね、移動が。あっち行ったでしょう。シアさん。うまいわ。絶対うまい。この人とならいける。俺が盾になる。なんとか。やばい。死竜弾か。くそ。もう今俺にできることは、俺に注意を引かせることだけだ。俺のことは回復しなくていい。本当は一緒にね、忍びて戦いたかったけど。ああ、まずい。お、ナイス。うまい。あと一人じゃない？頑張れ。いける。おっしゃー。シア様最高。いや、うまいわ、この人。すげえよ。おめえはすげえよ。たった一人で。よく頑張ったな。ありがとう。うわ、嬉しい。こんな短いスパンでチャンピオンになれるなんて。いや、もうほんとシアさんのおかげだわ。うん。どんな感じ？あ、俺2番目に活躍してるって感じじゃないですか？やったぜ！ということで、ご視聴ありがとうございました。